週のオタク満足度を発表していきたいと思います。まずは個人動員から。3位神谷絵里奈。やった。私はこの3位の壁というのはすごくとても大きく感じてまして、絶対入れないんですよ私。3位にこうやって今ランクインさせていただきますが、まあ、皆さんが会いに来てくださったおかげなんですけど、本当に嬉しいです。ありがとうございます。オクトの衣装チェンジで結構テントウムシを着たらすごい好評で、たくさんの方が応援してくれて匂いいただけたんだと思います。新曲披露もそばにいてくれてありがとうございました。来週も頑張ります。ありがとうございます。初めて1位取りました。ありがとうございます。私は明日誕生日で、はい、そうなんですよ。それで皆さんがね、コインとかたくさん入れてくれて初めて1位取れて本当に良かったです。ありがとうございます。続きまして、ユニット動員対決発表していきたいと思います。を担当した新曲どうだった？もうめっちゃ緊張しました。もうすごいプレッシャーだったんですよ。なんか振り付けっても結構大事なことだし、結構ギリギリに完成して、でもそれでもみんなが一生懸命覚えてくれたのですごい嬉しかったです。ありがとうございます。来てくれてありがとうございます。スチームがあるって。おニコ生の初披露っていうのが本当に初めてのことだったので、みんながいる中でも披露するのも緊張するのに、それが何万人見てる中で披露するってなるのが本当に怖くて、初めてばかりなんだよ、いただきましてすっごい嬉しかったです。すっかり初期にいっちゃってなんかあれなんですけど、新車になりました。実は鍵がついてるんですよ、ほら。猫がね、鍵穴になってるんですけど。どうもどうも。そう、だからね、ガチャパカってなるか感じで。海外で私たちは香港で力をつけてきたので、はい、香港の皆さん、これからもよろしく。そして日本のみんなも待っててくれてありがとうございます。すごいね。来週も楽しめますか。今週も1週間ね、いろいろあってアリス10番はほぼ香港に行っていたわけなんですけれども、はい、前はみんなどうでしたか。はい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 、はい、まあ、10番いなくて、でアーマーガールズも劇場お休みの時にスチームガールズはどうしようかと、人を呼べるのかといろいろ考えた結果、候補生たちとコラボライブ、おレアなライブもしまして、すごい盛り上がってくれて楽しいライブができました。来週もみんなでマムスを盛り上げていきましょう。それでははい、今日みんなに集まっていただいたのは、今までね、はい、ヤフオクで募集していました仮面女子候補生みんなのネーミングライツ、命名権をヤフオクで出品していたんですけれども、ついに落札されました。おー、今日からあなたたちは、はい、就活応援隊 with アポセルフです。就活応援隊アポセルフ、全部名前、そうです、全部就活応援隊 with アポセルフ。これからどういう活動をしていくの。これからはこの落札してもらったこちらの就活応援隊 with アポセルフの名前で、これからステージに出て、あのスライムガールズさんに昇格するために、経験を積んでいくためにステージ練習をしていきたいと思います。はい、はい、頑張っていってください。はい、就職活動頑張ってください。イエーイ、落札ありがとうございます。ありがとうございます。
皆さん、皆さんのおかげです。ありがとうございます。来週も頑張っていきましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、1週間分のご無沙汰をしております、まちきです。お母さん見てる？いやー、お母さん今週会いましたね。お父さんね、70歳になりました。おめでとうね。さて、はい、今週のパフォーマンスはこちら。じゃじゃん。おい、お前どっから出てきたんだよ。ずっと隠れてましたよ。いつ隠れてたんだよお前。ずっといましたよ。あるなぁ、ちょっと可愛いからって調子乗ってやがってさ。でもさっきはどっち向いて喋ってんだよ。今週